Cultivation. Cultivation. So much innovation. Cultivation. Radio. みなさんこんにちは。みなさんこんにちは。安西です。みなべです。はい。というわけで、はい。ベースラジオ。順調にね、はい、収録できてますね。有言実行で。え、どういうことですか？あ、いや、なんか、やるやる詐欺で。ね、定期的にちゃんと撮れるようになりましたね。そうですね。はい。うん。経営に余裕が生まれてきた証拠ですね。いや、まあ、そうね。半期終わってね、安定推進、まあ、未来の地図も描いていい感じになってますからね。はい、そうですね。はい。はい。まあ、そんな中で、ちょっと今日、みなべさんに聞きたいなって思ってた話があるんですけど、はい、あ、ちょうど僕に聞くシリーズですね。そうです。僕が気楽な、はい、回すだけのシリーズ。はい。はい、来月ね、10月2日に、カルティベースラボの毎週土曜日朝やってるイベントで、はい、中小企業におけるマネージャーの育て方っていう、はい、すげえストレートなね、イベントです。すごいですね。ドストレートですね、はいはい。ドストレート。しかもこれ超困ってるやつじゃないですか、うん、みんな。そうだね。中小企業ってあれですよね。なんかスタートアップとか、なんかテックっていうよりも、なんかこう、いわゆる中小零細企業ですよね。中堅企業でもなくて。うん、なんか、いわゆる、なんだろう、すごい成長発達するかどうかはさておき、なんかこう、ちょっと昔から存続されているちょっと小さい企業で、うん、おいちゃんとかが経営者とかをやってるような、なんかそういうイメージのやつですよね。まあ一般的なステレオタイプ的にはそうですね。はいはい、そういう中小企業ですよね。はい、定義的には、まあ、はい、ベンチャー企業とかも含まれると思うんですけど、多分。はい。あ、なるほどね。いわゆるね。はいはい、日本の企業数の 99.7% は一応定義上中小企業らしいんで、はい、我々も多分中小企業。ああ、なるほど。うん。ああ、なるほどね。はいはいはい。なんで、その、はい、まあ、おいちゃんステレオタイプ的なものもあれば、はい、ベンチャー的なところ、スタートアップとか含まれると思うんですけど、はい、それも含むのね。はい。はい。まあ、いずれにしても、やっぱこう、マネージャーだけじゃなくて、中小企業って、うん、人が育ちにくいみたいな話があって、まあ、生まれたてスタートアップと、はい、まあ、かなり成熟した大企業でいろいろ育成の体系があるじゃないっていうふうに考えると、はい、多分なんか、はい、よく聞くんですけど、どんどんそのミドルになってる人が抜けちゃって、若手とシニアだけがこう団子になってるとか、はい、なんか、こう、マネージャーにならずに、こう、入った継続人は還流しちゃって、うん、外からマネージャーをこう採用するしかないとか、なんかまあいろいろケースごとに耳にすることがあるんですけど、はいはい、なんかいずれにしてもそういう人が育たない状況があるっていう中で、うん、カルティベースにゲストでですね、国際医療福祉大学准教授の安田恵美さんという方にお越しいただくんですけれども、はい、こう、医療系の大学でちょっと聞き慣れないかもしれないですけど、これ安田さん実は、うん、中原先生の研究室出身なんですよ。あ、そうなんだ。へえ。で、大学院僕山内研究室で隣の研究室だったので、実は、まあ、後輩に当たる方なんですけど、はい、社会人大学院生で入ってこられて。はいはいはい、で、中原先生と一緒に、まあ、この安田さんの博論をまとめたのかなっていう形で、はい、この中小企業の人材開発っていう本を出版されたんですけど、はいはい、まあ、その、中原研時代の研究知見とか、今もやられてる研究知見を元にしながら、まあ、ちょっとこう、カルティベースの関心領域でもあるマネジメントの育成っていうところに関して、ちょっと知見を喋ってもらいつつ、はい、耳ぐりから、吉野と東南が登壇してディスカッションするっていう、ちょっと熱いイベントです。おー我が社のマネジメントですね。これ、この回、ちょっと、ラジオ、吉野さん呼べばよかったな。確かに。ね、確かにね。うん。いいマネージャーなんで。そう、耳ぐりの吉野は、耳ぐりの中のクリエイティブ組織を牽引している、うん、マネージャー、ドメインマネージャーみたいな形で、うん、カルティベースのね、サムネイルもね、自分自身でも手掛けてて、結構いろいろ、名作サムネイルをたくさん作りつつも、チームをこう牽引しながら組織的にやって、で、クリエイティブのデザイン系のマネージャーをね、すごくこう、
機会提供してうまく学習環境を作ってっていうのがうまいマネージャーなんで、まあ実務経験からいろいろどんな議論が交わされるか、10月2日すげえ楽しみなんですけど、うん、ちょっ と当日ね、どんな話が出るかは当日にならないとわかんないんだけど、事前の復習、うん、復習じゃねえや、予習も兼ねて、みなべ知見を聞いておきたいなと思って。みなべ知見か。うん。ね、中小企業っていうとね、だいたいミドルとか管理職が課題みたいになったりとかしますよね。うん、まあ、まあ、秘策だったりとか、組織の仕組みとかも全然ないから、結果的に、こう、ハブになっているミドルマネージャーに全部負荷だったりとか、まあ、その人に対する、その人の采配時間で全部が変わるみたいな状態になってるのは多いのかなって思うんだけど。あ、わかる。それなんか、ちゃんとデザインされてないワークショップで、全部の負荷がグループファシリテーターに行ってる構造みたいな感じですね。そうですね。ひたすら非構成対話をもうその場で頑張って考えながらやるみたいな。うん、あとお前らに任せたり。そうそう。そんな感じが多分一般的な中小企業のマネージャーの実像なんじゃないかなって思いますけどね。うん、そういう人たちを育成するためか、まあ、結構そういう人たちって現場で経験を積みながら経験して、で、レベルアップしたりとかすると思うんだけど、うん、でもやっぱりそういう人って結構もぐらたたき的に問題解決に対処しちゃうことによって、目線が下にしないにこう行っちゃって、まあ、現場の日常的な毎日のルーティーン的な課題解決に向き合うみたいな、うん、なんかそういう風な自分の中の心持ちになっちゃうことがあって、結果的に視点を上がらないことによって、うん、なんかこう探索的に自分をレベルアップしたりとかするのが難しくなっちゃうっていうのはあるかもしれないですよね。うんうん、結構、もぐらたたきパターンはあるあるですよね。これはマネージャーもそうだし、ね、人事とかもそうだと思いますけど。はい、そうですね。で、大体しかも中小企業の場合って、うん、もぐらたたき的になっているマネージャーに対して、もぐらたたきに経営者もめっちゃ叩きまくるみたいなのが、もぐらたたき連鎖みたいになってることってめちゃくちゃ多いんじゃないかな。そう。うん。だからなんか、そういうのを育成するのに一番いいのって、やっぱりマネージャーに対して機会提供をいかにするかって大切な気はしていて、よく中小企業とかの、うん、育成で一番よく聞くのって、結局、事業発達をちゃんとすることだよねって言われることってあって、まあ、それって、もうちょい解釈すると、うん、早い話、日常的に目の前の業務が永久的に継続性を持って変わらない状態だと、うん、もうマネージャーに対して機会提供もできないし、目線を変える必要もないじゃないですか。うん、じゃなくって、新しい場所みたいなのを経営として意図的に作っていきながら、うんうん、そこのなんかこう状況が、外部環境が変わることによって、新しい視点を持ちやすいような状況にいかに作ってあげられるかだったりとか、うん、そこの視点をいかに与えやすいように配属転換をしてあげるかっていう、うん、なんかそこの場所自体を作ってあげるのがまず重要って言われますよね。なるほどですね。うん、中小企業の場合ね。うん、まあ、今の話だと、まあ、既存事業が、うん、まあ、ある程度、まあ、回るようになってきて、ガーッとスケールさせていくまでも、うん、しないまでも、まあ、ある程度安定してきたときに、うん、どっちかっていうと、ちょっとこう、深海寄りに傾いちゃってるところを、うん、両利きの経営でいうところの、地の探索寄りの運動をうまく作って、うん、まあ、組織内の事業の新陳代謝というか、はい、カオスさを作っていくみたいな感じなんですかね。そうですね。うん、内部流動性がないことによって結果的にその新陳代謝が生まれず、マネージャーが新しい目線をなんか発掘できないっていうのがよくある出来事で、うん、なんか結構ベンチャーとかって新規事業をたくさん作ったりするんですね、うん、あれって要はアサインできる箱をたくさん作る、人を育てるためっていう目線もあるんですよね。うんうんうん、だったりいわゆる HRBP だったり戦略人事みたいなのを立てて、その人の今の状態に合わせて新しい OKR とか目標を意図的にアサインチェンジして目線を変えることによってレベルアップをさせていくっていうのをやったりはするんですよね。なんで機械を作って機械を渡す。で、それを意図的にその人の今の目線をいかにリフレームするかって目線を持って、まあ、提供していく
っていうのが割と天丼的なものなんじゃないかなって思いますけどね。なるほどですね。うん、まあ、確かにあのスタートアップとか、うん、あるいはこう組織内の各班がもう制度化されている大企業とかだと、うん、結構コロコロ自分の役割とかチームで向き合うべきミッションが、うん、変わってクエストが変わっていくから、うん、まあ、そこでどうやってマネージャーとして資材を高く持とうかっていうことを考えるきっかけになるから、うん、まあ、そういうのを、中小企業のある種の安定感の中でどうやって作っていくかっていうところが大事なのかなっていうのが今一個あったと思うんですけど、そうですね、うん、ちょっと別角度から聞きたいんですけど、うん、まあ、とはいえ、そんないきなり新規事業を始める気配もありません、うん、なんか、今後3年5年もなんかすげえワクワクする変化のあるビジョンが描けてるわけでもありません、はい、で別に今の事業もものすごくスケールしたり PMF してるわけじゃないから、まあ、うん、ある程度儲かってるんだけどちょっとずつちょっとずつこの事業をやっていくしかないんだよなって、はい、まあ、結構進化フェーズの場合もあるじゃないですか、はい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 、でその中でマネージメントがどういうマインドセットで臨むかって結構課題になるんじゃないかなと思ってて、はい、ちょうどそういえばその前の週のカルティベースラボのイベントで、うん、ジョブクラフティングっていう今結構経営、はい、経営学の領域で注目されている概念を、はい、高尾先生っていう経営学者の方に講演してもらったんです。めちゃくちゃ面白かったんですけど、はい、うん、でそのジョブクラフティングの概念とか定義はね、高尾先生の講義がめちゃくちゃ体系的だったので、うん、そっちに譲るとして、なんかこう、はい、すごく象徴的だった言葉が、ジョブクラフティングっていうのは自分のタスク業務の中に自分という我をどれだけ一さじ、うん、そこの中に投げ入れられるか含められるかなんだみたいなメタファーを使っていて、はいはいはい、なんかそれによって自分の仕事の意義とか感じ方とかで、特に多分マネージャーで言うとチームにとってのジョブクラフティングみたいなのもあるんだろうなと思うんですけど、うん、なんかそういう目の前のジョブ自体がもう変わらない状況の中で、なんかどうやってその進化的なタスクに意味付けしていくと、今言ったみたいなマネージャーの自分自身の育成とかになるんだろうか、ね、それに関して何かありますか？それで言うとあって、例えば進化的なフェーズでマネージメントしていて成果を出せる方とかがいたりするじゃないですか、うん、はい、で本人の中でいやもう自分はやりきったから別のことをやりたいんですよって言ってる人に対して、いやあなたはもうちょいそれをやった方がいいよってフィードバックすることも全然あると思ってるんですよね、うんうんうん、でそれってなんでかっていうと、成果を出しているのが例えばその人のセンスによるものによってなんとなくできている可能性もあるし、もしかしたら別の要因で別の人が仕組みを作ったことによってその人がそれを享受してやれているだけって可能性もあるじゃないですか、うんうんうん、だから逆にそれを逆に今までの既存のやり方ではない別のやり方を導入してよりもっと今のチーム状態を良くできないかだったりとか、はい、自分自身の意思決定で全部やれているのをメンバーだったり、まあ、例えば自分の下にいるマネージャーに逆に権限移譲することによって、その人たちが再現性を持ってうまくいできるような仕組みは作れないかっていう、なんかそういう、うん、それこそマネージメントをクラフティング耕したりとか、まあ、作り上げていったりとかするっていうことをすることが重要なフェーズみたいなのもあると思っていて、うんうん、逆にそれができるようになってから別のことやらないとなんか横滑りしてっちゃうんですよね、伸び悩むマネージャーって結構そういう傾向があって、ちゃんと再現性を持たないうちに別のことをやって、うん、うまくいくと思ったら失敗して結果キャリアがちょっとしおれてしまうっていうのも割とあるなって思って、なるほどですね、うん、はい、そこら辺はしっかり見たり機会提供するのは重要なのかなって思いますよね、うん、なるほど、はい、これ分かりやすい整理ですね、うん、まあ、OKR でいうところのオブジェクトとキーリザルトがあって、うん、まあ、言い換えると何のためにやるのかのホワイとハウがあって、うん、そのマンネリ化してるんだったら最初に前半話してたことですね、その事業探索をしたりとか配置替えとかをして、うん、ホワイの部分を刷新して違うクエストをうまく作ることによって機会提供しましょうと、はい、オブジェクトの方ですね。でオブジェクトがもう固定化されちゃってホワイが変えられない余地がないんだとしたら、うん、KR の方、ハウの方をハッキングする
クエストとして試行錯誤してもらって、うんまあ、自分なりの再現性あるナレッジを貯めて、まあ、こう新しいクエストが、うん、ホワイが変わった時に備えて、うん、そっちでちょっとジョブクラフティング的な意味付けをしながら楽しみながら発達の機会としてもらうと、はいまあ、そんな感じですかね。そうですね、うん、なんかタイプ的に結構そのあたりは変えたりとかしますけどね、うんうん、目線を変えた方が育つ人もいるし、うん、逆に再現性を持ってちゃんと基礎トレをした方が育つ人もいるんで、うん、それのタイプ別に合わせてやってもらう感じですかね。なるほどです、うん、はい。いやいい、あの先週の復習と来週の予習としていい、はい、いい感じで、あジョブクラフティング差し込んできたなって思いました。そうですね、ちょっと来週の安田先生のお話楽しみだなと思います。はい、はいはい、というわけで皆さんもちょっと楽しみにしていただければと思います。はい、はい、じゃあ今日はここら辺ぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。